よろししくお願いいたします京都立医学部は6年間の、まあ、カリキュラムであるということは、皆さんあよくご存知だと思いますけれども、まあ、その中でもさまざまなこの6年間の間に授業形態がございます。まあ、ここ、これでお示ししますのは、まあ、本学で行われているものでありますけれども、あのまあ、1年から6年にかけて、ですね銃弾型にいろいろなことを、まあ、あの講義形態があるということであります。 医療系で最もあの特徴的なのは、やはりその患者さんに接する、医療現場に接するというところでございますので、まあ、あの一番大事になってくるのはです、ね、臨床実習、まあ。特に最近ではあの現場にそのまま、えー、役割を持って参加するクリニカルクラクシップというものがございます。私自身もあの内科の臨床実習で教えておりますけれども、やはりこういうあの現場に出ると学生のモチベーションも非常に上がってまいりますし、 その一方で、今回の COVID のようなリスクですね、様々なリスクもあるということでございます。で今回の COVID に関しても、やはりここの臨床実習、患者さんと接するというところが最もネックになってきたところであります。時期的な背景をご紹介いたしますと、COVID-19 対応中の実習、9月上旬、この実習9月上旬に行われたわけですけれども、この時期は付属病院に関連する実習は全て中止でございました。 対面授業は三密を避けて一部開催。グループ学習実験は一部開始。それからクラブ活動を中止という状況でありますご存知の通り1学期はですね。まあ、ほぼあのオンライン授業になっておりましたのでで、彼らがあの経験したオンライン授業はまあ、これはあの別アンケートで取っております。けれども、この右下にあるような形でま、同期型非同期型がまあそれぞれえまあほとんどまけのタイプを経験しているというのがあの現状でございます。 で今回対象とした授業は、まあ、我々教育センターが行った、えー、担当した授業でありまして医学科第一学年の早期体験実習1というものであります、まあ、医学科の1年生、まあ、107名でありますけれどもこの見学型実習でありまして、えー、入学早期からまあ医療の現場を体験するというのが目的であります早期体験実習1は1週間コースでありまして、まあ、講義実習グループ学習という形で構成されていて えー、患者さんの視点、それからまあ医療者の視点からまあ病院を俯瞰するということを目的にしております。まあ、本来はこの授業は6月にです、ね、行われる予定だったんですけれどもあの6月はもう完全にあの病院もシャットアウトということになっておりましたので、まあ、9月に延期したというのが現状でありましたでこの実習はまあ日替わりで、まあ、マンツーマンでシャドーイング、まあ、つまり、えー、例えば看護師さんと一緒に行動する。 それから薬剤師さんと一緒に行動する。まあ、あとは外来の患者さんと一緒にですね、外来を、外来から受付のところからですね、最後の受付を終わるところまでご一緒するというようなシャドウイングという形で行われているものです。で、その結果をグループ学習で行う。 まあそのためには当然グループ学習の予習というのが重要になりますので、まあ、これはあの、えー、まあ今よく言われているアクティブラーニングのタイプとなっておりますで。今回のこの早期体験実習1の授業目標というのはこの下に書いてある通りでありまして、一つは患者さんの視線、それからもう一つはチーム医療というものの理解ということが主眼でありました。で早期体験実習1の授業形態を、まあ、先ほどのまあ表に、えー 合わせてです、ね、考えてみますと、本来であれば、この上の丸の講義、それからグループ学習ですね、これ、スモールグループディスカッションを主としたものでありますけれども、それと、あとこの下の緑のところのです、ね、見学型の臨床実習、でこれらが混ざったあの1週間だったわけですけれども、この 下の緑の部分、見学型の臨床実習ができなくなりましたので、主にこの上の赤い丸のところ、特にこれらをすべて今回は遠隔授業で行ったということであります。対面型の TBL、これは例年行われているものなんですけれども、これのグループ学習というのはこのような あの右側に書いてある図のような、まあ、大教室で、まあ、各グループで島を作って、そのグループでスモールディスカッションを行う、でまあ、教員は、ねまあ、PBL といって、えー、これらの,あのスモールグループがそれぞれ部屋,を部屋で行うというタイプもあるんですけれども、まあ、その場合にはあの各部屋に教員が1人ずつつかなければいけませんが、まあ、TBL であればです、ね、教員の方も負担が減るということで、まあ、最近ではあの我々この,あの授業、形態を行っております。 でただ、まあ、これ見てご覧いただいてすぐわかりますように、やはり密になってくるので、えー、ここがまあ問題だということになります。そして今回は、ズーム、まあ、これ大学の方で契約をしております。で、このズームのブレイクアウトルームを用いて、オンライン TBL によってグループ学習を行っております。人数が1グループやや多くてですね、10人から11人になっております。事業と流れとしては、 事前学習として、まあ、e ラーニングコンテンツ、まあ、これ様々なあの、えー、関連する e ラーニングコンテンツを用意しまして、まあ、それを自習する。そして、同期型のオンラインでグループ討論をしてもらう。で、さらにまた同期型のオンラインでプロダクトを作成して、えー、全体発表する。全体発表も同期型ですで。最終的に個人レポートで評価するという形にしております。まあ、あの、えー、ブレイクアウトルームを ご使用の方はご存知だと思いますけれども、こう右のような形で,です、ね、メインルームとグループを行ったり来たりもできるという形になっております。実際にこれがそのブレイクアウトルームでの作業の実情ですけれども、こういう形で学生がです、ね、右側のようにいろいろ顔を出して話しながら、こういうようなプロダクトを作っていくという形で進めております。 以下は学生からのフィードバックでありますけれども、オンライン TBL のこの評価でありますけれども、これはほぼ例年と同じような結果でございました、あなたのグループ討論への参加度、それからグループへの貢献度というのが、これ1から5のリカートスケールで出てますけれども、まあまあ、あ,のこう、まあえー、ある程度積極的だったということが言えるかと思います。あと理解が深まったかかそれから満足度に関しても、まああ えー、このような図でありまして、まあ、理解の深まり方はまあまあ例年と同じなんですけれども、例年に比べて満足度がやや減っていると。まあ、これ当然そのもともと臨床、えー、実習がありましたので、見学実習がありましたので、それがなかったというのもあるかと思います。で次にあのオンライン授業形態ですね。このあの、えー、っと、同期型のグループ学習、右上のところですけれども、あの、これの評価ということですが、 ほ、えーまあ、あの,他のです、ね、ライブ型とかオンデマンド型の講義形態に比べて、まあ、今回、ちょっとあの、えー、満足度が下がっているという結果が得られました。まあ、これに関しては、えーまあ、ディスカッションがこう深くできないとかです、ね、まあ、順番に話さないとできないとか、そういうところがあのどうも記述を見るとあったようであります。 もう一つ我々が非常に重点を置いたところがですね、このような e ラーニング、あるいは遠隔授業を用いて学習行動がどのように変化したかということが主に我々の興味の主体でありまして、オンライン授業によって自分の勉強方法、習慣が変わったかというアンケートに関しては多くの人が変わったという結果を述べています。それをもう少し詳しく見てみますと、ここに ありますようにまず予習・復習が増えた、これ先ほどのアクティブ・ラーニングという点から考えますと非常にまあれわれも嬉しいことでありまして、ほ他にですねこの中を見てみますと、実際にその自分の勉強方法についてですねいろいろまあ考えた、あるいは行動を変えたということがございました。実は、目次郎のトラ,ンストランスフォーマティブ・ラーニングというあの学習の行動変容という まあ理論がありますけれども、まあ、それにのっとって、この赤い部分ですけれども、見てみますと、まあ、第1段階から第5段階まであるんですけれども、まあ、実際に彼らの,その勉学の方法、勉強の方法というのが変わってきたという方たちが、まあ、一定の割合でいらっしゃるということがあの分かります。で、まあ、今後です、ね、どのようにまあこの,あのオンライン授業を、今までの授業と一緒にやっていくかということでありますけれども、 まあ、オンライン授業の評価として、あの、結構、まあ、やはり、あの、他の、あの、今までの、あの、ご発表と同じようにですね、オンラインの授業の評価は高いというのがございます。で、まあ、今後もですね、やはり、あの、これを取り入れていきたいという声が、まあ、圧倒的に多いという現状がございました。で、その有面で、あの、先ほどの、あの、まあ、一番最初にお示しした授業形態と一緒に考えてみますと、 今まではあの我々の医学部では、このようなさまざまな授業形態をハイブリッドという形で行って、学習の到達目標に向かって、プログラムを組んでいたわけですけれども、今後はです、ね、やはりこちらの対面、遠隔も含めたハイブリッド、まさに今回のこのシンポジウムの取材となると思いますが、そういうところも考えていかなければいけないということが重要だというふうに思います。 でただ、そうは言いましても、やはりその臨床実習に関してはですね、なかなかその遠隔でできないというジレンマがありまして、まあ、ここはあの今後の課題だと思います。ただ、一つ言えることは、あの今後ですね、医療に関しても遠隔医療などがあ実際に実地に応用されてきますので、まあ、それに対応して、まあ、こういう実習部分、臨床実習の部分もですね、遠隔という、遠隔授業、あるいはまあ遠隔実習というものが導入されてくるというふうに私は思います。 最後、まとめであります。オンライン TBL は対面型 TBL に比べて学生の参加度が良く、プロダクト作業効率が良好であった反面、ディスカッションが不十分であるという可能性がありました。オンライン授業による学生の学習行動の変容が示唆され、この行動、この変化はアクティブラーニング型学習に資すると考えました。今後は種々の授業形態の長所短所を生かしたハイブリッド型、まあ、これはあの、ざ、え、ま、ー、な授業形態だけじゃなくて、 えー、遠隔型も含めたものですけれども、このような授業によって学びがよ,より深まると考えられました。また今回はあのデータがございませんけれども、教員にとってもポストコロナ時代の授業に関する行動変容が望まれると考えました。私の発表は以上でございます。